萩浦光一、八王子のカルト寮戦隊トイレ推進男、金と物が消える萩浦トライアングラーズ、私です。との内容を自民党は名誉毀損に値すると指摘してきましたが、私はそのように思いません。私は自民党を訴える訴状の中で、萩生田光一、八王子のカルト票変態トイレ推進男、その意味は、萩生田氏が旧統一教会と親密で選挙で支援を 要請していたことは有名であるからです。また、政策調査会の内閣第一部会で反対多数だった LGBT 法案を部会長一任として、政策調査会の長として萩生田氏は無理やり押し通したこと、この八王子の変態トイレ推進男萩生田光一、これは紛れもない真実なのです。それを政府本部自民党は私たちの民主主義的な運動を妨げています。言論弾圧です。八王子の変態トイレ推進男、これは真実なのです。